はい、酒好きな俺の飲酒動画。始めていきたいと思います。今回は、またしても酎ハイの、自家搾り。地中海ピンクグレープフルーツ。です。アルコール度数 6%、果汁が 3%。ですね。前回紹介した、キウイ味の、ま、期間限定の、地中海のピンクグレープフルーツ味となってます。地中海ピンクグレープフルーツの果肉を丸ごと絞ったストレートコンダク果汁を使用。こちらも、甘味料は使ってません。グレープフルーツ果汁と焼酎と糖類と酸味料と香料。エネルギーが 100ml あたり、54kcal。ね。うん。まあ、こちらは焼酎ね。まあ、前回も言いましたけど、この宝の、この自家搾りは、酎ハイですが、焼酎を使ってる。まあ、ね。酎ハイですがっていうのもおかしいんですけど。うん。酎ハイといえば個人的には、レモンか、グレープフルーツ。味でね。味で好きなのが、この二択ですね。うん。主に、酎ハイで。で、特に、やっぱり、グレープフルーツ味の方が俺好きなんで、多分、一番がやっぱグレープフルーツ味のチューハイかな。俺はね。なんでちょっと買ってみました。そんで乾杯。うん。うん。美味しいですね。このグレープフルーツ味っていうのは、なかなか、まあレモンもそうなんですけど、結構焼酎の味が、楽しめる。ですよね。なんかね。うん。酎ハイの、その甘さと、その果実の、味だけじゃなくて、しっかり焼酎の味も、びっくりした。しっかりね。うん。焼酎の味も楽しめると。やっぱり前回飲んだキウイ味よか、焼酎の味が、感じられますね。うん。なんでなんですかね？ちょっと不思議なんですけどね。うん。やっぱりそこまで、レモンと、グレープフルーツっていうのはあんまり、香りがしないのか。何なのかよくわかんないですけど。うん。酒、まあ、ウイスキーじゃなくて、違う。氷結とか、の酎ハイでも、しっかりね、ウォッカの甘みが感じられますね。うん。このグレープフルーツと、レモン。酎ハイで、この二種類だけはまともにね、感じられる。それがなかなか面白い。で、特に、グレープフルーツの場合、苦味があってね、ね、果実の苦味。こちらがなかなか、
ね、レモンは酸味だけですけどね。こっちは苦味もしっかりあるんで。うん。それは結構、好きですね。この、苦味と酸味と甘味の、このバランス。うん。ね。そこら辺が。やっぱグレープフルーツってのはね、なかなかね、俺小さい頃は嫌いだったんですけど、100% グレープフルーツジュースね。だったんですが、うん。まあ大人になったらね、あ、これうめえなと。うん。うん。思うようになりましたね。なんでかは知りません。うん。まあ、おそらく、先ほど述べた苦味。ね。子供っていうのは基本的に苦味を好みません。うん。ビールとかも嫌いなのはそのせいです。基本的に苦い。ピーマンとかも苦い。ね。ああいうのも嫌いなの、子供が多いのはやはり、そのせいですね、うん。苦味っていうのは、基本的に本能として、人間の本能で、ね、辛さとか苦味とか、渋味とか、あそこら辺全般はもうすべて、いわゆる、本能的に、これは食べちゃダメだ。まあ、いわゆる防衛ですね。まあ、いわゆる毒とか、毒物とかに含まれてる、まあ、キノコとかね。うん。いわゆる普通に自然界で毒と認識されるようなものは、そういった苦味とか、辛味が含まれてることが多いので、おそらくそれの、ため、まあ、子供の頃はね、うん、その野生の本能が残ってるというか、うん。そのせいでしょう。それで基本的に嫌いな子供が多いと。まあ、俺も、ピーマンはね、うん。まあ、むしろピーマン大好きな、ね、人いないと思いますけどね。子供でね。まあ、今は大好きですけどね。今は本当にピーマンうめえなと思いますね。うん、本当に。普通にピーマンを、生でもう食えるぐらいのレベルですね。うん。うん。ガリッと。マヨネーズかけて。バリバリッと。ガリゴリッと。本当にあれピーマン美味しい。うん、でも俺子供の時に一般的に今大、嫌いな人が多い。あれですね。トマトは僕は大好きですよね。うん。うん。トマトは、家庭菜園みたいな、違うわ。なんか学校でね、野菜作りみたいな鉢植えでやったんですけど。うん。あれで、ね。なんか昔前話した気がするけどね。作ってできたのを、もう生で、もう洗いもせずに、もう水で洗いもせずにそのまま食ったんですよね。実ってたから。やった、俺のやつ実ったって言って、ブチってもいいで食べたら、いわゆる青臭さみたいなのがあって、逆にそれがドツボにはまったんですね。うん。
うめえと思ってね。あれ、青臭さは、あれは、ね、トマト特有、ちょっと特有でしょうね。あの、青臭さはね。ただ、あれ結構洗ったりして、主に新鮮じゃないと、あれなかなかあの、香りがね、うん。取ってすぐに食べないと、結構、うん。飛んじゃって、あんまりしないんですよね。うん。うん。うん。まあ。ね。まあ。直接、もいでね、そのまま食う。っていうのは非常に、ね、もうダイレクトにあのね、すごい香りがしますからね。うん。本当にあれはうまいと思う。トマトのあの香りのね、といいね。で、あの甘さといいね。うん。ほんとトマトはすごい。うん。と思います。まあ、農薬とかもね、まああの頃、鉢植えで育てたやつだから、農薬とか使ってないんで、ただ水だけで育てて、水と土だけで作ったやつですからね、肥料。ね。まあ変な穴とか、開いちゃうんですけどね。ね、虫食い穴とかね。まあ、そりゃしょうがないですよね。まあ、でも、あれが本当に、ね、美味しくて。うん。あれはすごい衝撃を受けましたね。子供ながらに。無法って。なんだこれはみたいな。だけど俺は、あの、青汁は嫌いです。うん、青汁はまずい。全体的にまずい。あの、青臭さとかレベルじゃない、大体。あれ、トマトはね、青臭さの上に、あの、甘さ果肉の甘さがあるからいいんです。うん。あれ、結局、青臭さだけなんですよね。もうマッチングするのがないんですよ。はい、青臭い。終わりって。ね。さすがにちょっとひどいと思いますね、あれは。女性が選ぶ嫌いな男ランキング。1位、安倍。これさ、俺、未だにわかんないんだけど、安倍。これ、なんて読むのこれ。心臓不臓不残え、安倍、
なんとかって書くけど、未だに俺わかんないんだけど、これ。だいたい、ググる気もないんだけどさ。うん。未だにさ、総理のさ、名前、安倍はわかんないけど、これ何心臓なのか、糞臓なのか、腐臓なのか、普通の負の似たようなもんだから、負なんかな、わからん。で、第2位がミノモンタ。第3位が木村拓哉。は？なんで木村拓？なんで女性が嫌いな男って。え、男、え？大好きな人じゃないの？木村拓って。木村拓って女性、まあ、第4位が、橋本徹。と、江頭2時50分。まあ、江頭もわからんでもないね。6位が、明石家さんま。7位が、出川哲朗。8位が、島田紳助。9位が、森喜朗。鳩山、幸男、タモリ。え、タモリ？ああ、なるほどね。美容ジャーナリストのなんとかさんはこう分析する。名前が頭に浮かぶというね、良くも悪くも無視できない悪の強い人。だから、好きな男と嫌いな男の両方に名前がある人も少なくないはずです。なるほどね。でも、キムタクはちょっとよくわかんないな。ただし、イケメンに限る。うん。ね。マインクラフトで、4兆個のブロック。約1テラバイトでデンマークの国土、すべてを再現。教育機関で地理の授業などに使用されるって。だいたいデンマークがどこら辺にあるのかが、どこにあるのかよくわかんないね。まずそこなんだけどな。まあ、4兆個のブロックってのはま、すごいんだけど、でもデンマークですだけでしょ。なんでそのデンマークになった？両つべに動画が上がってますね。デンマーク？1テラバイト。でも1テラバイトはすごいね。ただマインクラフトは俺個人的にやる気はないですね。なんかめんどくさそう。でもマインクラフト。マインクラフトで。わざわざマインクラフトでやることじゃないんじゃないですか、これは。個人的に。
ね、もっと優れたもんなんて腐るほどあると思うんだけどな。わざわざ地理の授業に使用されるほどではないと思いますね。うん。だって、マインクラフトって言うと、いわゆる、デコボコでしょ？うん。そんなんで再現するよか、やっぱりもうちょっと滑らかに再現できる、ね、ソフトとかツールとかなんて腐るほどあるでしょ。うん。まあ、立体感とかのやつをわかりやすく表現してるんだと思うけど、でもあまりにもちょっとカクカクすぎてな。ああ、それだったらまだ、うん、え？電車内で佐村ゴーチ守さんだっけ？で、電車にツイートで、佐村ゴーチいるんだけど、名前呼んだらこっち見てきた、わらわら。聞こえてんじゃん、わらわらだって。佐村ゴーチ。本人かよ、本当に。いけ、本人ではないろ。本人わざわざ電車乗るか。しかも何のあれもなしに。変装とかもなしに。まんま乗ってんじゃん。はい、ということで、今回の自家搾りグレープフルーツ。まあ、ぶっちゃけた話、ピンクグレープフルーツじゃなくてもよかったかなと。うん。うん。何がピンクグレープフルーツかよくわかんないんですけど、うん。まあ、そこはまあ、一般的に大体グレープフルーツって、ね、地中海のピンクグレープフルーツしようとか言われてもね、わけわからんので、まあ正直よくわかんないっす。ね。まあ、前回と一緒だな。うん、美味しい。普通に美味しいです。3344で。ご視聴ありがとうございました。